はい、皆さんこんにちは。アンドリュー講師の前田です。ここからはね、曲にアクセントをつけながらね、弾いていく練習をしてみたいと思います。普通にね、曲を弾くよりはちょっと音に抑揚をつけていくと、音の表現が変わりますよっていう、ことなんですけども、そんな難しいことをするわけじゃないです。もう初心者の曲であったとしても、割とシンプルなタブ譜であったとしてもね、一個一個の音を丁寧に今ちょっと抑揚をつける。ちょっと、もうほんのちょっと、なんか3段階ぐらいで、ですね。まあテキストにも書いてるんですけど、まあちょっとスタッカート気味に入れて、ちょっと強く弾いて、バンって強く弾くところと、まあ3箇所ぐらい抑揚を上手につけてあげると。この3つのアクセントの使い分けをすることによって、まあ、音を表現してあげるというかね、そのやり方をまあちょっと今日はシェアしていきたいと思います。具体的に言えば、まあ今までやった曲で言えばね、ゴールデンスリッパーズ。って弾くよりは、っていうふうにちょっとアクセントつけるだけでもね、音の雰囲気ってすごい変わるんで、まあ、ちょっとそういう音の強弱のつけ方っていうのをね、今日はやってみようかなと思います。じゃあ実際にね、タブにある楽譜をやってみましょう。というわけで、まずは春の曲リトルアニーから。できるだけまあ強弱を入れながらまあ弾いていくと、まあ、もしもうアクセントなかったらってなるんですけど、なんかちょっと気持ちを込める感じでね、なんかちょっと弾んだようなね、春の表現とか、なんかそういうのができたらいいのかなとか思いながら、まあ、僕は弾いたりするんですけど、まあ、それぞれの皆さんの思ってる曲のイメージという感情を乗せてで弾いてあげるといい感じになるんじゃないかなと思います。というわけで、今回はどんどんと曲をやっていきましょう。じゃあ次の曲はウイスキー・ビフォー・ブレイクファースト。大体まあインストでやられることがね、多い曲なんですけども、これもね、ちょっとアクセントをつけながらやっていてください。その時にですね、まあ一応楽譜にこういうところにアクセントつけるといいですよっていう、まあ表記をしてるんですけども、まあ必ずしもそうでなくてもいいですからね、皆さんの中で、ここでアクセント、ここに抑揚をつけようとか、なんかそういう感じでいいと思います。まあ大体小説の頭とかフレーズの頭とか、そういうところにアクセントつけると、まあそれらしいのかなっていうイメージはありますんで、そういうことを念頭に入れながらね、取り組んでもらえたらいいかなと思います。ちなみにこのウイスキービフォーブレックファーストが入ってる、まあ、僕も実はレコーディングで弾いたことがあるんで、もしよかったらね、こちらにこのアルバムです、ね、ピート・デナヒーと、オーストラリアのねレーベルで作ったんですけども、広島ジャムセッションというアルバムにね弾いてますんで、もしよかったら聴いてやってください。じゃあそういうわけで、ウイスキービフォーブレックファースト、じゃあ早速やってみましょうかね。いかがだったでしょうか。まあ30秒ぐらいのね、ソロフレーズの中で一つのね、まあちょっと短いドラマを作るような感じでね、ちょっと抑揚をつけてあげる、なんか力の入れ加減、抜き加減じゃなくて、
ていう風に、まあちょっとこう、ララ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 みたいな感じで、なんかちょっと抑揚をつけてあげるんですけど、もう本当わずかでいいんで、画面上の音でね、うまく伝わってるかどうかちょっとわからないですけども、結構これからライブになると結構ダイレクトにね、聞いてる人に伝わってきますんで、なんかちょっとそういうことも意識しながら、抑揚をつけながら、まあ弾くっていうのを心がけてチャレンジしてみてください。もうこれも一応楽譜ではここの辺にアクセントつけるといいですよとは書いてるんですけど、やっぱり先ほども言いましたように、皆さんの感情のまま表現したいように、アクセントをね、つけて弾いてもらえたらいいのかなと思います。はい、じゃあ続いての曲はアーカンソートラベラーですね。ちなみにアーカンソーにある野球チームがね、アーカンソートラベラーズっていうね、野球チームがあるんですけども、野球好きな方にしかね、わからないネタで申し訳ないんですけども、そんなアーカンソートラベラーズ、これもアクセントとか抑揚をつけながらね、自由に表現してもらえたらいいかなと思います。じゃあやってみましょう。ワン、ツー、ワン、ツー、スリー、フォー。はい、ここからはフレイ42、ちょっとマイナーの曲もねチャレンジしてみたいと思いますけども、まあ Eマイナーの曲、まあ Eマイナー自体いろんな押さえ方あるんですけど、ちょっとねここでも学習しておこうかなと思いますけども、だいたい僕は1弦省略してね、例えばローポジションで弾く時とかだったら中指で4弦の4フレットで、人差し指で2弦と3弦の2フレット、こうやっても制覇しちゃうんですね。でもう斜めに制覇するようにちょっとこういう感じで、こういうイメージでね入れちゃうって、2弦と3弦ちょっと意識して押さえるんですよ。そうするとまあ仮にここにね薬指、まあ、4弦の4フレットを中指で押さえた時に1弦多分自動的にミュートされると思うんですね。まあ、こういう Eマイナー、まああるいはここの9フレット、5フレット、7フレットっていうね、薬指、人差し指、中指でまあ押さえる Eマイナー。まあ、E って、こうやって押さえるんですけども、E のね、人差し指、1フレット、3弦の6フレットを押さえてる人差し指をね、ポンと5フレットに移動すると、これでも Eマイナーになります。ちょっとバッキングしたいよってなった時ね、Eマイナーどっちで押さえたらいいですかってよく質問あるんですけども、ぶっちゃけどっちでもいいです。弾きやすい方で弾いてもらえたらいいなと思います。ここではねアクセントをつけながら、まあ、ソロを弾くということの焦点を当てて、曲に取り込んでみたいと思います。またこの曲もねさっきのアルバム広島ジャムセッションに入ってますんで、もしよかったらこれもお持ちの方はね聞いてみてください。まだだよという方はね、まあ、下の概要欄にも販売先のサイトを書いてますんでね、そこでご注文していただければいいかなと思います。じゃあやってみましょうか。シャディグローブ、ワン、ツー、スリー。はい、じゃあ続いてはね、レッドヘアードボーイをやっていきます。この曲はもうジャムの定番中の定番、ギターの人とか、フィドルの人とか、マンドリンの人ももちろんそうなんですけども、
割とどの楽器もポピュラーにね弾くことが多い楽器なので、もう覚えておいて損はない曲の一つじゃないかなと思いますんで、ちょっと早めの曲なんですけども、これもアクセントつけながら弾けるとちょっとかっこよくなります。もうこれもそんなゆっくり弾く分には難しくないんで、まあ、最初はゆっくりからやっぱり練習していただいて、だんだん慣れてきたらアクセントをつけていくっていう練習に取り組んでみてください。というわけで行ってみましょう。ここまでアクセントをつけながらね、まあ、練習をしていくっていうのをまあやってきたんですけども、うまくできましたでしょうか。最初はちょっと早くて弾けないよっていう曲多いかなと思います。人によりきりだと思うんですけども、まあ、あるいはもう楽譜通りでなくてもいいんでね、多少大体こういう感じで弾けるよっていうフレーズ、先に覚えてしまったフレーズとかあったらもうそれはそれで構わないので、そのままアクセントをつけていく、抑揚をつけていくっていう練習をしてみてください。もうこれだけでもものすごい表現力がありますんでね。僕なんかはもう仕事でマンドリン弾くこと多いんですけども、実際ものすごいテクニシャンでもないですし、割と当たり前のことを当たり前のメロディーでそのまんま弾いてることが多いんで、そんな中でまあ一番気をつけるのは音の出し入れ、抑揚をつけるっていう、アクセントをつける、あるいは表現方法の仕方、まあそういうところにね、すごい気を使いながらねやってることが多いです。なんでもうほんとちょっとした工夫で相手に対して与える印象すごい変わってきますんで、この抑揚とアクセント頭の中でね意識しながら、ぜひこれから皆さんの中でもね、取り組んでもらえる材料になればいいなと思います。というわけで今回はジャム曲多めでした。次回はねツインマンドリンに挑戦してみたいと思います。ではではバイバイ。